フンメルは第二次世界大戦期にドイツで開発された自走砲である。3号戦車、4号戦車それぞれからパーツを流用して作成された3、4号車台を使用して開発されたもので、主武装として 15cm 榴弾砲 SFH18L30 を搭載している。主にドイツ国防軍により1943年から 終戦まで運用された。フンメルはドイツ語で、丸花鉢の意味である。正式番号は、SDKFZ165 である。1941年6月のバルバロッサ作戦、すなわち、ドイツのソ連侵攻で、装甲部隊に追従できる、砲兵部隊の欠如が明らかとなった。フンメルは1942年、この欠如を補うために計画された。 その時点でもすでにいくつかの自走砲が運用されていたが、対戦車砲や重不評法を自走砲化したものであり、野戦榴弾砲を自走砲化したものはなかった。最初の施策は、3号戦車に10.5センチメートルレフ17、榴弾砲を搭載したものだったが、これは、4号戦車に榴弾砲を搭載する計画が推進されたために、却下された。 試作車が一問のみ製造されたが、この計画も、より強力な解決策が提案されたために、さらに却下された。代替計画は、3、方号火砲車として 15cmSFH18L30 榴弾砲を搭載するもので、対戦車自走砲である、ナースホルンと同様、3、方号車台を使用した。 この車台では、乗員が砲を操作する空間を確保し、かつ重量バランスを取るため、戦車用車台では後方にあったエンジンは中央に移されている。試作車では軌道輪に、方合戦車と同じものを使用し、方にはマズルブレーキが装着されていたが、生産車では軌道輪が、スリー号戦車と同型となり、マズルブレーキも、牽引型の SFH18 同様に除かれている。 この3、4号化放車は、フンメルと命名された。乗員と砲を保護するため、オープントップで全周を囲む、形の10ミリメートル圧の装甲が設置された。後期型では、車体全部の操縦手と通信手のスペースが左右、つながる形で拡大された。終戦までに714門のフンメルと、150両の弾薬輸送車が製造された。 フンメルが最初に投入されたのは、クルスクの戦いで、100門近くが運用された。組織的には、装甲師団の装甲砲兵連隊のうち1個大隊が自走砲装備とされ、十自走砲中隊が編成された。この中隊は、フンメル6門と弾薬運搬車1両で構成される。フンメルは、口径が大きいだけに限られた数の弾薬しか搭載できず、 フンメル弾薬運搬車ミューニシャントレジャーフンメルが開発された。砲を搭載せずに製造されたフンメルの開口部を1 0ト、mm、ルの装甲板で塞ぎ、弾薬を備蓄するための棚を設置したものである。この運搬車は必要に応じて野戦整備のレベルで砲を搭載し、通常型フンメルに回収することもできた。ありがとうございます。